小松純也の音楽講座。第15回、作曲講座みたいなこと。その2、ウルトラマンと、帰ってきたウルトラマンのオープニングが似ている。はい、小松の音楽講座やってまいりました。そうだね、音楽講座。なんかね、僕がすごく好きな作曲あります。ウルトラマンってあるじゃん。あの昭和のウルトラマンの、その、テーマがね、なんていうのかな、その作り方が面白くて、なんだろうな、その、胸につけてるマークは流星。ウルトラマンの1、無印そうなんだけど、で、帰ってきたウルトラマンっていうのがあって、君にも見えるウルトラの星、遠く輝く地球に一人、海中大地に使命を帯びて叫びを耳にして帰ってきたぞ、帰ってきたぞウルトラマンっていう、なんかその初代のウルトラマンと帰ってきたウルトラマンのそのオープニングの曲のアレンジの仕方が、なんだろう、こう無印を元にこう、なんだろう、帰ってきたウルトラマンで作られてるんだよね。なんかそういうの好きで、あの、僕もそれそういうのが好きだから、まあ、実はやっていて、だから、あの、まあ、聞いていただければわかると思うんだけど、あの、ゴールと永遠の空はテーマが一緒なんで、だから、その、同じメロディーラインに場所が何個か出てきます。あの、よく似てるな。どこだろうな。ゴールを、ゴールが決まっているから、君とな別に慌てなくてもいいや、切り取られた景色から一体何を感じるという、まあなんかまあ偽で作ってる、だからなんだろうな、そのこう変な言い方すると、こう僕その時作った人がいるんだよね。僕の歌もそれが大前提なんだけど、その作った人によって実はメロディーが違うっていう、なんだろう、こうメロディー展開、コード進行ってコード展開も違うって実は、癖があります。まあなんか別になんかそんなの今ここで言ってもしょうがないんだけど、まあいろいろその曲のパターン、こうやって遊んだりもできるよっていうことを今回はね、お伝えしました。ウルトラマンのオープニングと帰ってきたウルトラマンのオープニングは似てるでした。それじゃあね。作曲するときはテーマを作ろう。このコーナーでは小松純也への質問を募集しております。宛先はこちら。東京都、豊島区、高田、3-15-7、第1大島ビル、306号室、株式会社、セールスニーズ、小松純也事業部宛て、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。